よう、サスケ。どうして俺の居場所が分かった？俺を舐めるな。俺たちタカは暁を抜けた。お前らにもう用はない。今さら何の用だ？お前たちは俺との約束を裏切ったことになっている。それならもうあんたたちに8尾を買って渡したはずだろ。あれは変わり身だった。お前らは8尾に一杯食わされたのさ。正直お前らにはがっかりしたぞ。体を唯一分断したあれか。暁としてやった仕事は最後までやってもらう。今は別の用をやってもらうことにした。断ると。ここでお前らとやり合うことになる。木の葉へはいけないということだ。押し通る。今さら木の葉へ行っても少し遅い。俺ごとすり抜けた。どういうことだ。この葉隠れの里はもうない。それは俺が説明してやる。で、おかげは誰になった？乱造ってやつだよ。兄を追い詰めた木の葉の上層部の一人だ。そいつが新たな火影になった。一体木の葉で何があった？俺の部下ペインが木の葉を潰した。五影階段が開かれる。そこからは僕が説明する。ナルト？そのナルトってのがペインを一人でやったのか？すごく強くなってる。多分今やったらサスケより強いと思うけどね。そんなことはどうでもいい。どうすんの？木の葉もうないんだし。行き先変更だ。俺たちタカは五影階段で火影の首を取る。で、その五影階段の場所はどこなの？じゃ、僕についてきて。こいつらを信用していいのか？まずは様子を見る。何かおかしな様子があればアマテラスで処理する。にしても俺のための輪廻転生の術をあんな風に使うとは思わなかった。裏切るとはな。サスケがナガト以上になったとしてもコントロールできなければ意味がない。渦巻きナルト、奴のせいで少し計画がずらされた。月の目計画を急ぐとしよう。